マモルです。ピータンです。マモピーチャンネルです。はい、というわけで今日は同棲についてのお話をしたいと思います。私たちは六本木のこの高級タワマンに住んで2年ぐらい経つわけなんですけれども、本当に完全に仕事のためお金のために始めた同棲なんで、まあ奇跡的だよね、ここまで続いたということが。私たちはさ、顔以外に好きなところが一個もないじゃん、ただの一つもありません。お互いの性格のここが好きとか尊敬してる部分とかは一切ないので、絶対になりたくないなって思ってたんですけど、なんだかんだ生活することができているので、皆さんが仲良く同棲するために私たちが伝えたいこと見積もろご紹介したいと思います。まず1つ目、仲良く同棲するなんて夢物語です。そんなこと考えてること自体おこがましいことじゃないですか。あっちゃうよ ね。そう、そもそもその違う人間が同じ部屋で生活をするっていうのは不可能なんですよね、人は一人で生まれて一人で死ぬのに、なんか仲良く一緒に生活するなんてできるわけないじゃないですか、面白すぎるそれは。やっぱりどんなに仲が良くっても一緒に生活した時点で嫌な部分も見えるし、っていうかその 99% は嫌な部分っていう感じなんで、ただ付き合ってた時では見つからなかった嫌な部分が、もうどん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 嫌な部分が毎日毎日出てくるっていう感じです。ゴキブリを1匹見つけたら100匹いるみたいな感じで、嫌な部分がゴロゴロ出てきてしまうので、やっぱり仲良く生活するの無理ですよね。無理ですね。特に私たちはビジネスカップルという生優しい言葉では言い表せないぐらい精神的なつながりがないので、ビジネスカップルに失礼だよね。特にそれが向いてないと思うんですけど、それを理解した上で一緒の家に住んでるので、こういうふうに2年間生活ができてる。ポイントは理解するっていうことだと思いますね。人は一人の人間、一つの家で一人暮らしをしてる。同棲は一人暮らしが2つある、そういう状態です。です。はい、じゃあ2つ目は、家事は役割分担をするということです。ね、これは結構ベターだと思うんですけど、最初に決めといた方が、やっぱやってない相手を責めることができるし、なんか自分のせいじゃないって言い張れるっていうか、絶対にその100ゼロでどっちがいいか悪いかっていうのを決めるのはすごく大事なことです。本当にその完膚なきまでに相手を任すっていうことは大事だよね、同性においては。私たちの場合はそういうことをするのに興奮をするたちだから、どっちがイニシアチブを握るかっていうところに重きを置いてるもんね。握りたい。仮にピータンが家事をやってなかったとするじゃないですか、その場合はどうするかっていうと、やりましたってシダを切るっていう、本当に何回責められてもやったって言い続けるっていう、それでまたマモルを言いまかすのがすごく楽しくて、マモルが悔しそうにしてればしてるほど愉快でたまらないっていうか、そういう時があったってこと。続きまして3つ目、浮気は家でしない。これが一番大事かもしれないね、結局。なんかこういうこと言うと立派だなとか言ってくださるかと思うんですけど、本当にそんなことなくて、そんな大層なもんじゃないです、これは絶対にやっちゃいけないって思ってて、まあ前にね、マモルが連れてきた女性が、マモルが寝てる間に一人で家を出たんですけど、マモルがね、その後起きたら家財道具がほとんどなくなってたっていう事件があって、シャワーヘッドまでなくなってたね。で、金の建物もなくなってね、ネット調べたらヤフオクにあったんですけど、で買い戻したんですけど、まあそういうこともあって、人のこと信用できないなって思ったのが、そうするきっかけだったかな。結局浮気相手なんてね、一番の他人なんで、本当に何をするか分かんないんですよね。で、人は信用できないから、もちろん守るのことも信用してないんですけど、守るの向き合ってて、やっぱりもっと信用できないし、そうですね、私も私の浮気相手のこと信用してないので、誰も信用しない、だから浮気は家でしない。じゃあおさらいしますと、仲良く同棲できない、家事は分担する、浮気は外でやれです。だからね、なんだかんだ2年間同棲できてるのって、やっぱピーターの場合はホテルで浮気することがすごく多いので、だピーターは結構うちにいないっていうこともね、結構多いですね。 YouTube 撮影のためにこの家に帰ってきてるような感じなので、今日もね、大学教授のお家に遊びに行きます、この後。知らなかった。今まではね、大学3年生ぐらいの9
黒髪マッシュの男の子と浮気するのが大好きだったんですけど、今大学教授とよく浮気してます。本丸は最近ちなみにどんなこと浮気してんの？ブラジル人を名乗る栃木の方と浮気をしました。はい、というわけで今日の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。みんな頑張ってね。